この横文字使ってる感じいいではございませんか。明治34年創業のもう老舗飲料店、これですよこれ。豆入ってるこれ。結論を申し上げます、うまい。生姜なんだ、ほのかにくず粉っぽい感じですよ、くずの。そして豆があって、このね黒いのキクラゲだわ。オンリーワンでしょうよこれ。コリコリキクラゲコリコリ。筑紫亭さんもミシュランの特別編でですね、星も獲得してる名店ですから。ご機嫌よろしゅうございます。楽もできる和菓子 YouTuber 三遊亭流楽です。さあ本日もお取り寄せシリーズでございます。今回のお品でございますね、大分県中津市筑紫亭さんのけんちんというものでございます。けんちん、なんとございましょうか。パッケージこれがね、また何と言いますか、現代なんですよ。ほら、筑紫亭、このね英語の横文字使ってる感じいいではございませんか。素敵。でも後ろにはちゃんとこう筑紫亭さんのこういう歴史を感じさせますね。明治34年創業のもう老舗料亭でございますからね、素晴らしい、ところでございます。さてさて、そのけんちんとは何か、これねもうカットしました。あのここに来て、こういう来てこれなんですよ。これをカットする、何でしょう、これをカットすると羊羹っぽいもんだと思いますでしょ。違うんだこれ、じゃーんですよ、本当にじゃん、これですよ、これこれ、なんでございますこれ。けんちんが分かんないもん、けんちんが分からないので、何もかのだけでもすごいのに、これ出てきたものもっと分かんないもん。けんちん、あ、豆入ってるこれ、豆だよね、これちょっとここですよ、ちょっとダメだ、こっちが見せると倒れる、大丈夫か、ギリギリ、あ、こっち上下ちょっと逆に上げます、ちょっと逆転しちゃいますよ。これこんなのあります、こんな食べ物を。どうしよう、どう扱おう、やっぱカットするか。これちょっといきましょう。これね、いっぺんに豪快にいったけん、じゃこれちょっと、これはちょっとビジュアルとして残しておいて、こちらの方ね。これ豆だよね、豆があって、こんなもの見たことないわ、これこんなもの、こんなもの、こんなもの、このような、あ、カットしよったって、このこれ また新たにこの黒いのとこの豆もあるんですよ。こっちちょっといっ、あ、これ角豆でしょ、これ角ね、ちょっといっちゃうか、ほんとちょっとかじりたい感じ、ちょかじろ、ちょっとだってわからないもん、これ枝の知らないもんだから、どういうもんだから、ちょっといきますね、端の方からちょっと、結論を申し上げます、うまい。だけどなんだろう、味の情報伝えますね。醤油なんだ、ほのかに。それとこれちょっとね、くず粉っぽい感じですよ、くずの。そして豆があって、このね黒いの、これ黒はキクラゲだわ。そう、なんだこの、うまいんだこれ。オンリーワンでしょうね、これ。全然羊羹的なものかと全く違う。で、ウイローとも違う。いや、これね、このだって豆とこの、これキクラゲってどういうこと、これ。和菓子が。で、うまい、うん、で、ほんのかな醤油味と、このね、ちょっと ねっとりした、あの、くずの、感じ、この味わい、それとね、このコリコリ、キクラゲコリコリ、このこと、そして、ま、豆のこの味わい、この噛む、このね、
これ食感エンジョイできますよね。でもこれ靴とこの醤油的なものの味わい、これなんでこんなことできたんだろう。ちょっと見ます。これもそうだけど、こっちにあった。これせっかくだ、見よう。これね、なんでこれもあるにもかかわらずやったというのは、ほら距離ね、距離、距離が私の場合、まあ、そろそろでもまあ なんとかだと この字だもん。これですよ。で、ほらまさにこのけんちんね、これですよ。このけんちんが何者かというと、すごいね。明治創業ったってもっとなんだよ、元は。文化文政の頃ですよ。我々の落語が始まる頃ですよ。わあ、文化文政の頃、中津藩の画人で外科医でもあった田中新平さん、通称電信。すごいね、あだ名まで行き渡っちゃってる。大変な人なんでしょう。そういう方がおりました。彼は中津の文化に大きな影響を与えた人物で、日本で初めて中国料理の解説書七福式を書いた料理研究家でもありました。これね、よくあの長崎なんか行って七福料理ってありますよね。なんでこう一皿の中でこう思ってそう食べるようなもの、これがずっと江戸に伝わりましてね、蕎麦の名称としても残ってるんですよ。七福蕎麦ってのがあるのね。でまあ、ちょっとしたもの、まあ夜泣きそばなんかだから軽いもんですね。ちくわをちょっと散らしたりする程度のもんなんですけど、そこまで江戸にまで伝わったぐらいのこのしっぽく料理っていうのがあったんですね。その料理の解説書をしっぽく式を書いたんですよ、この方が。で、当時長崎で唐人とも交わり、中国の人ね。で、中国料理法を会得した電信が漢方料理の一つとして生み出したのがキクラゲ、豆、クズを素材とした。なるほど、そうでしょう。キクラゲだって漢方の材料だし、豆っていうのはですね、もう昔から豆を食べると豆になるっていうぐらいで、この元気なんですね。で、このクズはもちろんもう薬ですから、もう、大体あの日本以外の多くの国では。で、日本は珍しくそのすごくこの手仕事でもって根気によく辛抱強くクズを料理としてしまうという、そういうこの特殊な国民でございますかね。とにかくキクラゲ、この豆クズを素材としたこの薬膳南蛮風蒸し菓子、はあ、それがけんちんなんだ。昔ながらの製法で一つ一つ手作り、ゆっくりと蒸し上げてできる深い味わいをぜひご賞味いただくか。深いわ、確かに深い、この味わいは深くてうまいの、本当に。このだから、これ食感の豊かさでまず驚くし、この醤油とこのくずのバランス、これがなんともね。このクズと醤油の取り合わせって、これ発明だもんね。他にもあるのかもしれませんけど、この程よくねクズの味合いを感じていながら、そのね、それが香りがね、ほんのりほんのりね、醤油がの味と香りが広がるんですよ。これがね素晴らしいですね。そしてこのコリコリがいいものね。これね、本当に、あ、ま、豆だけちょっと独立してありました。これ見ていただきます。なんかすごく食べ応え満載。こうなるとまさに薬膳ですから、美味しくて健康にもなれるという素晴らしい和菓子でございます。で、こちら様、筑紫亭さんもミシュランの特別編でですね星も獲得している名店ですから、
そういうところが作るんですから、これだけの味わい、なるほどと思わせられましたですね。素晴らしい銘菓でございました。ぜひ概要欄にリンク貼ってございますのでご利用くださいませ。これはね、お取り寄せしていただけたらね、楽しいですよ。で、美味しくて、いろんなやっぱりね、中国と日本の関係、漢方の話、薬膳、いろいろとね、この話題も広がります。というようなわけで、ぜひご利用くださいませ。また私のチャンネル登録の方もよろしくお願いを申し上げます。というようなわけで、本日は大分県中津市筑紫亭さんのけんちんをご紹介させていただきました。誠にご退屈様でございました。